こんにちは、ローリンプーです。今回ですね、ベンダーさんより商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はこちらですね、暑い夏に最適なクーリングブランケットということで、表面体感温度マイナス2度だそうです。確かにね、これね、ひんやりとした感じがあります。サラサラで非常に肌触りがいいです。表面がですね、2つあって、通常の面ですね、ひんやり面と2種類あります。基本的には夏用ということになるんでしょうけど、オールシーズンで使うことができるんじゃないかなというふうに思います。特にですね、この暑い夏はですね、こちらひんやり面、これがね、ひんやりしてるんです。体感的なもんなんで、個人差もあるかもしれないですけど、本当にね、ひんやりとした感じが伝わってくるんです。ずっとひんやりしてるかというとそうじゃないんです。自分の体温であったかくなってしまうんですけども、一旦離れてまた体にひつくとひんやりした感じになります。洗濯機で洗濯することができるんですけども、乾きがいいそうなので、朝洗濯して干しといたら、もう夜寝る時にはまたカラッとしたっていうんですかね、汗臭くない毛布としてですね、寝る時に使えたりするんじゃないかなというふうに思います。非常にね、暑い時には助かります。はい、まあ、上にかけるのがいいのか、まあ、下に敷いた状態でひんやり面を上に向けてですね、その上に寝るっていうやり方もあるんでしょうけども、とにかくね、本当に普通の素材の毛布とは全然感覚が違います。はい、とてもね、このひんやり面はひんやりします。これはまあ特殊加工というんですかね、特殊な素材で、冷気っていうんですかね、熱を排出して、冷やすという形になってるんだろうと思うんですけども、詳しくはね、私もよくわからないんですけど、実際体感してみないとこればっかりはわからないと思うんですね。無理にエアコンをガンガンかける必要もなく、非常にね、便利じゃないかなというふうに思います。寝っ転がって使ってみたいなというふうに思います。はい、そしたらちょっとね、これクーリングブランケットの方ですね、かけてみたいなというふうに思います。ひんやり面を体の上に乗せてみます。はい、ひんやりします。はい、でこれ反対側にすると、はい、普通なんですよね。ひんやり面をですね、体に当たるように夏場はですね、使っていただくとですね、いいんじゃないかなというふうに思います。ひんやり面じゃない方を上にしてますけども、普通のブランケットになりますね。ひんやりするっていうようなことは待ってないです。はい、ひんやり面の方を、体に接する方にですね、やってみます。はい、あ、これは快適快適。お昼寝なんかでもね、はい、まさにこれね、本当に、ね、いい感じです。でしばらくするとね、ひんやり感がなくなるんですけど、こうやって動くとひんやりしてるんです。はい、でまたこうするとまたひんやりしてるんです。寝返りとこうしてるとですね、こうひんやり面が常に体に接触するっていう感じですかね。はい、これかぶっていても同じなんですけど、体が移動するとまたひんやりとしてくるという不思議な素材ですね。はい、これはね、いいと思います。これほんまに、本当にペットなんかにはね、非常にね、喜ぶんじゃないかなというふうに思いますね。はい、これはいい、これはいい。犬も喜んでいます。気持ちいいな、気持ちいいな、気持ちいいね。気持ちいいか、ノロさん。気持ちいいな。
本当にこれね気持ちいいです、気持ちいいです、はい、冷たく冷たくで、ぬくくなってまた冷たくっていう不思議なんですけどね、はい、これはねなかなかねええと思います。はい、ちょっとねお値段がね高めっていうところっていうんでしょうかね。でもあのクーポンですね、私の動画の説明欄のところにクーポンがありますので 50% オフで購入できますので、もしよければですねこの夏まだまだ続きますんで使われてはどうかなというふうに思います。はい、どうでしょうね。はい、これあの本当にねあのひんやり面、これは本当に効果的です。そしてこちらは反対側の方はね普通面なのでそうでもないんですよね。不思議なんです、不思議なんです、本当にこれ不思議、本当に今こうやって今足元に乗っかってる段階でも常にずっとひんやり感がずっと続くっていうのはね嬉しいですよね。はい、はい、今回ですねこちらクーリングブランケットのご紹介でした。いかがでしたでしょうか、参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。